どうも、はじめまして、タカナクションのコピーバンドのタカナクションです。お願いします。うわー、下ネタなんですね。下ネタ、まだそんな疲れてないんで、下ネタ出ないんですよ。疲れてると出ちゃう。もう絶対疲れるな。続けていいんだったら続けますけど、皆さん大丈夫ですか？どっち？あ、さっきこっち。じゃあこっち、大丈夫ですか？みんな、大丈夫ですか？みんな、こんにちは！こんにちは！はい、次行きます。
んにちは、サカナクションのコピーバンド、サカナクションです。お願いします。ちょっといろいろありました。本当に申し訳ございませんでした。まあ、私としてましてもこれから頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。僕、サカナクションのコピーバンドが前回あったじゃないですか、夏ライブの時に。ないですか。で、その時にこのメンバーはいたんですけど、今回ね、なんか一人抜けて、僕とね、高田大島だ。小島だよ。かわいい。次回来いよ。安田です。お願いします。で、特になんか僕ら前夜祭で喋っても別にエモい感じしても明日もっとなんかすごいいい感じの方が出てきてくれると思うので、思うので、ここで言ったらちょっと後々先輩たちいなくなるからまだいいかもしれないですけど、僕あと1年間いるんで、ここで僕が下ネタガーって言った場合、ちょっと今後の剣道がちょっと辛くなっちゃうんで。いやいいよ、もう辛い。もう辛い。じゃあ下ネタ1回や、大丈夫大丈夫。じゃあいいっすか、みんないいと思うんですけど、下ネタ言ってって言われて下ネタ言える人います？いた。言ってみて、じゃあチンチン。チンチン。チンチン初めて聞いた人なんでしょ。そう、これで思うんですけど、下ネタの笑いって、小学校の時ってはうんこじゃないですか。うんこで大体笑ってるじゃないですか。もう引かないで、ちょっと。すんごいさ、目が怖いんだけど。普通に、なんか同じ学校の人が言ってると言って、思って聞いて。で、中学高校でうんこで笑わないじゃないですか。大学生なんてうんこで笑うってすごくないですか。笑わねえ。特に、あれ俺だけ？それすげえ感動したんだけど。エモいでしょ。してあと2、3バンドを楽しんで、2バンド楽しんでいってください。ありがとうございました。サカナクションでした。最後みんなでステップ踏みましょう。最後の曲で
クションでした。